こんにちは。NASA ジェット推進研究所の小野です。僕のチームでは現在、火星の地形を自動で判別するアルゴリズムを作っています。例えば以前、火星ローバースピリットは火星の砂地にはまってしまって動けなくなってしまいました。でも、このアルゴリズムを使えば、そのような危険を事前に察知して受けることができます。これ、機械学習を使っているんですけども、つまり、学習するための見本が必要です。その見本を作ってもらいたい。それがぜひ今回皆さんにお願いしたいことです。方法は簡単です。この YouTube にあるリンクから飛んでもらうとこんなページに行きます。もしも英語だったらね、この右上のプルダウンメニューから日本人を選んでください。訳が間違ってますね。そうすると日本語になります。この Get Started ってボタンを押すと、まずこのチュートリアルが出てきます。ここにね、やり方が、やり方、目的、どういうふうにこのデータが使われるか書いてあります。で、この作業自体は非常に単純で、ここに出てくるのが火星ローバーキュリオシティが火星で撮影した情報です。画像です。ここに4種類の地形のタグ付けをしてもらいます。砂、土、平らな岩、大きな岩、この4種類のみです。このね、地形をこうやって囲って最後ダブルクリック、これだけです。ここは土かな、こうやって、で終わったらこのダウンを押すと次に行きます。もし分からなかったらですね、ここにこのボタン、チュートリアルを押すと、いつでも、チュートリアルに戻れます。あるいは、この右にあるフィールドガイド、これを押すと、いろんな説明が見れます。もしもね、どうしても分かんなかったら、例えばこの写真、暗いですよね。分かんなかったら、何もタグ付けしないでください。何もタグ付けせずに次いでください。あるいは、もしもこの画像について、質問がある。他の人と相談したい。そういう場合にはダウンを押した後、このトーク、これを押してください。こうすると、これやるにはまず、その、アカウントを作ってログインする必要があるんですけども、そうすると、ここに、コメントを残したり、質問書いたりできます。日本語でいいです。僕が対応します。皆さんのデータは、火星ローバーキュリオシティとパーサビアランス、地上管制ソフトウェアに組み込まれる予定のアルゴリズムの学習に使われます。また近い将来、火星ローバー本体に搭載されて火星に日が来るかもしれません。ご自宅にいながら火星探査に参加できるまたとないチャンスです。ぜひご協力いただければ幸いです。よろしくお願いします。